こんにちは、占い師の恵美子です。本日は結婚相手を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。で、選択肢にですね、このプリンセスのカード3枚用意しました。ね、この YouTube を始めてから今まで興味がなかったことに私自身どんどんこう興味が湧いてくるようになって、あのお菓子についてるカードなんですけど、これまで私絶対にカードがついてるお菓子とか買うタイプじゃなかったんですけど、こう YouTube の選択肢になるんだったら買おうかなとかね、こう自分でも新しいことしてて楽しいななんて思います。で、選択肢なんですが、後でアップにしますので、スムーズに見たい方は概要欄のタイムスタンプからジャンプしてください。では1番がですね、ベルのカードですね。男性の方でプリンセスにいまいち興味が持てない方は、色やこの周りに一緒に並んでるアイテム、キャラクターなんかを見て選んでくださいね。ベルいいですよね。大好きなプリンセスですね。で、2番がオーロラのカードですね。オーロラもよくね、バレエとかになってていいですよね。で、元祖プリンセス、白雪姫です。プリンセスに興味がない方はこの鳥とかリンゴとかね、見ながらじっくり考えていただければと思います。はい、それではアップにしますので、じっくり選んでいただいて決めてください。もし選びにくい方はリーディング内容を見ていただいて、一番ピンとくるものを採用してください。それではアップにします。それでは1番の方、リーディング始めます。よろしくお願いします。ではまずはですね、結婚相手となる方の外見の特徴と性格の特徴を見ていきましょう。はい、では 1,2,3,4,5,6、7枚目からもらいますね。1枚目がペンタクルの4の正位置ですね。まず外見ですね。こだわりがある方なんでしょうね。自分なりのおしゃれですとか、人に流されない、流行に流されないセンスの持ち主ですね。2番目がワンドの9の逆位置ですね。結構突拍子もないイメチェンをしたりしそうですね。あとでもう少し掘り下げていきましょう。で、ソードの9の正位置ですね。もしかしたら昔はすごくおとなしい見た目だったんだけれども、努力してイケメンや美女になられた方っていう感じがすごいしますね。外見のこと聞いてるんですけども、状況とか、心の流れのカードがすごく多くて、昔ぽっちゃりしてたんだけど今頑張って痩せた人とか、
なんで現在の見た目って細身な方だったりとかすると思うんですよね。すごいかっこいい方だと思います。でも昔からかっこいい、昔から美女というわけではなくて、自分で努力して掴んだ人ですね、この方。だから美容法とかにもすごくこだわりがあると思いますよ。朝は絶対に白湯を飲むとかね、間食はしないとか、外食は行っても家の中では食事は質素にするとか、一日絶対筋トレはこれをするなんていう風に決められてる方が多いように思います。その努力の甲斐あって、今の持ってるお相手様の外見の特徴っていうのが、結構ね、髪はね派手髪だと思います。サラリーマンや OL さんしてる方でも、実はイヤリングカラーが入ってたりとか、そう、さりげなくね、個性はね残してますね。とか女性なのに刈り上げこう入ってたりとか、男性だとすると髪が少し長いとかね。芸能人、有名人に例えるなら、男性だとフィッシャーズ元木さんとか、柴優さんとか、どんどんかっこよくなっていく人って感じします。で、髪の毛にも特徴があって、女性だと元 AKB のサッシーさんとか、自分でどんどん綺麗になっていく人、もともとね綺麗でしょうけども、どんどんデビューして魅力を開花されましたよね。で、そこに髪がちょっと明るい部分があったりとか、刈り上げの部分があったりとか、個性を表現してる方っていう、髪にこだわりはすごいあると思いますよ。昔は太ってたんだよねとか、僕私昔地味だったんだよねなんて笑いながら言う人っていうのはすっごいねヒントだと思いますよ。結構ね、服装はねピタッとした服よりふわっとした質感であったり、ふわひらみたいな感じで、男性でもこうなんかおしゃれな方って独特なシルエットのお洋服着られてるじゃないですか。そういうの好まれる方が多いですね。有名ブランドのお洋服着るというよりかは、特に男性のお相手様に思うことなんですけども、あんまり人が知らないブランドでも物はいいとか、デザイナーがいいとか、このデザイナーが好きだからそこのアパレルで買ってるんだとか、そういうのがね見えますね。でね、まだ自分磨きしてるので、いろんなあのおしゃれとか見せ方に挑戦しようとしてますね。結構髪型とかはコロコロ変わる気がしますね。このワンドの Q を見てると、こう正一だともう準備完了、あとは待つだけみたいなイメージなんですけども、この方の中ではまだね準備はね終わってないんですよ、自分磨きへの。なのでイメチェンしたりとか、日によって違う自分を演出したり、ガーリーだと思ったらセクシーになったりとかすると思いますね。では内面も見ていきましょう。内面もタロットから欲しいですね。同じタロットのデッキからもらいます。内面はワンドの1の逆位置ですね。2枚目がソードの8、3枚目がソードの4の逆位置ですね。この方すっごくね向上心があふれてて、まあ、こっちだとね小休止、休憩した方がいいですよとか休憩のカードなんですけど、めちゃめちゃ向上心がありますね。自分の見た目を良くしたこと、改善、理想の自分に近づいていくことで、なんか自分に自信が持てたって言ってます。今までしてきてなかったこととか、やってこなかったことにも挑戦すごいしたいって思ってるんですよ。
でもいまいち何をに挑戦したらいいのかっていう情熱の向けどころっていうのは定まってないんですよね。なので新しい目標を探し中です、この方。そしてですね、ソードの8の逆位置から見れることは、縛りから解放されたがってるっていうのが見れるんですよね。救いの手がようやく来ますよ。なので今例えばすでにご結婚されている男性や女性の場合がありますね。あまり夫婦仲がうまくいってないので解放の手が間もなく差し伸ばされる、もしくは介護、ご両親様の介護に向き合っていたからこれまで結婚せずに頑張ってきたんだけれども、ようやくいい例えば介護施設ですとか補助の方が見つかってとか、ご兄弟の方がご協力してくださることによって自分の時間が増えますよ、解放に向かってますよっていうのが今の、まあ、内面ですね。だからこれまではもうとてもこの方自分ご自身の結婚とかはあんまり考えれてなかったと思いますよ。興味がなかったわけじゃないんだけども、状況がそれどころじゃないっていうような、もしくはそうすると良くない状況、そのご結婚なさってたりとかね、重婚するわけにはいきませんからね、はい。でもね、外見はその華やかな方だと思うんですよね。このこだわりがあって、で美容にもすごく関心があるし、ボディメイクはしっかりされてる方、今ぽっちゃりでも前はもっとぽっちゃりさんだった方とか、お肌もね綺麗なはずなんですよ、こんなに頑張れる方は。そうですね、だからとてもこう私たちから見た目線じゃこの内面の辛さっていうのは汲み取れない方だと思います。幸せそうに見えるんだけども結構ね苦労されてる方で、でも一個目標を叶えたことによって気持ちが外にやっと向いてきたっていうのがここですよね。で、新しい目標ですとか新しい結婚相手、あなた様のことですねを探しているところ、ようやく気持ちが外に向いたところっていう感じがします。それぞれもう少し補足をもらいたいと思います。すごいね、こう暗い髪に差し色が入ってる髪の毛っていうのがめっちゃくちゃ入ってくるんですよね。インナーカラーとかが、そうですね、結構派手な色のインナーカラーが、男性でもいますよね。前髪にゴールド入ってる方とか、女性も緑とか青とかのインナーカラー入れたりとか。あんまりピンクのインナーカラーって感じしないですけど、この方コロコロ変えてるところなのでピンクの日もあるでしょうが、出会う時ってどっちかっていうと黄色とか青系緑系の色なんじゃないかなと思われます。女性の方だとねヒール履いてますね。ちょっとギャルっぽい派手めな要素っていうのはあると思いますね。顔のね大きさは小顔から普通くらいだと思います。大きい顔の人じゃないと思いますよ、男性であっても女性であっても。性格の補足が、性格の補足はルノルマンカードでもらいます。性格の補足はまた向上心ですね。すごいですねこの方、休憩の時は終わってって感じですね。動く気満々です。とっても気になったので、もしかしたらあなた様興味ない質問かもしれないんですけど、どうしてこの方は変わろうと思ったのっていうのを聞こうと思います。興味のない方はね、あの早送りして進めてください。気になりませんか、どうしてイメチェンしたくなったのか、どうして自分磨きをしたくなったのか、どうして今こんなに向上心があるのか。ローズオラクルから聞きたいと思います。で、画面もうちょっと遠くにしますね。よし、こんな感じですかね。この方でも辛いこと知ってるから優しいですよきっと。お仕事頑張ってますしね。
よし、ではシャッフルします。はい、この方が変わろうと思ったきっかけはこのカードです。このカードはですね、バラの一族が女神に導かれていく様子を表すカードなんですよね。この自分が動けない状況、介護であったり、辛い結婚生活であったりされてる中で、思い出すその原点回避ですね。どんな自分になりたかったのか、自分の人生ってこのままでいいんだろうかっていうのを見つめ直したことで、この方は自分自身のなりたい自分に近づいていこうっていう決意をされたそうです。で、今頑張りたいことは仕事であったり自己表現を頑張っていきたい。なので、例えばこの方のこれから目指すところで言うと、その自分がした垢抜け方法とか美容方法っていうのをネットとかで SNS なんかで発信していきたいっていう気持ちもあると思いますよ。なので、これからお知り合いになる方なんかは、ご自身のその美容であったり成功体験を発信してる方がヒントだと思います。はい、では、この方とあなた様が会った時に、お相手様、その未来の結婚相手はあなた様にどんな感情を抱くのかっていうのを見てみましょう。今学生さん、高校生とか大学生で見られてる方、中学生なんかで見られてる方いらっしゃれば、クラスで意識していなかったおとなしいあの子、あの人が10年後華やかになって美しくなって再会するっていうのも全然ありえると思いますよ。はい、あ、イエスのカードですね。あ、この人いいな、ピンってくるって言ってます。直感が降りてくる、理屈じゃないですね。お相手様はあなた様と会った時に、あ、この方だって気づくって出てるんですよ。本当まさになんか理想っていうわけじゃないな、その理屈じゃないですね。居心地がいいとか、本当見た目がドストライクとか、一目惚れに近いですよね。ビビッときたってやつですね。理由なんてつけれる感情じゃないよっていう風な、はい、あなた様はこの未来の結婚相手のこと、第一印象でなんて思うのかっていうのももらっときましょうか。あなた様もお相手様からのアプローチで心の準備ができるって言ってますよ。あ、この人だなって、あなた様もやっと巡り合えたっていうような、お互いそう思えるんですね。すごいですね、こういうのって運命ですよね。お互いがビビッとくる。よいしょ、これで見えますか。選択肢は美女と野獣のベルなんですけど、出会いで言うとシンデレラとか白雪姫みたいに、お互い、あ、僕のプリンセス、あの、私の王子様みたいにすんなりね入ってくるって言ってます。で、この結婚関連のリーディングで、私絶対これを聞いておきたいと思ったんですけど、交際期間ってゴールインするまでにどれぐらいかかりますかって聞いておきたくって、っていうのも、その例えば30代40代の方がこの動画見てくださってるとすれば、例えば女性の方で出産願望が強い方なんかはね、その10年付き合ってからって今からは考えにくいって思ったりする方も中にはいらっしゃるみたいで、私もツイッターでめっちゃいろんな人のこう恋愛の感情見たりとかするんですけど、だからどれぐらい付き合うのかっていうのあらかじめ分かってたら、違う人を回避してこの方に出会うまで動けるかなと思ったので、この方との交際期間、入籍や結婚式までの
や結婚の話が出る、その一区切りつくまでの期間っていうのを出したいと思います。これもルノルマンカードで見ますね。はい、27。視聴者様の本当年代、ご年齢によると思うんですけども、20代30代以降の方であれば9ヶ月でゴールインって出てますよ。で、学生様で見られてるのであれば、あなた様が今14歳15歳とか16歳であれば9年間お付き合いされる方、合計でもいいですね。3年付き合って別れて、また3年付き合って別れて、また3年付き合うの9でもいいです。9年間もしくは9ヶ月ですね。で、結構 LINE とか DM のやり取りはまめにしてくれます、この方。いい彼氏、いい旦那さん、いい奥様ですよね。ちゃんと帰るよとかの LINE もくれますし、結婚した後ね、今から帰るよとか、遊びに行くにしてもちゃんと写真とか送ってきてくれますよ、今こんな状態ですよ。あなた様をね、不安にさせない努力っていうのすっごいしてくれますね。で、ここまでその外見の特徴や性格の特徴を、お伝えしている中で、この人だとか現在の彼彼女だっていう方はもう本当その方だと思うんですけども、今特定のお相手様がいらっしゃらない方向けに、どれぐらいの時期に出会うのか、数字のヒントっていうのをもらいます。まさに婚約者様にぴったり当てはまってるっていう方はそれで間違いないです。これからお探しの方向けですね。はい、11、ハートの11。婚活で見られてる方は今年の11月で、お若い方、10代の方やね、結構まだもっと先で見てますよ、先のスパンですよって方は11年、この11がヒントですね。いや、もう今月中出会った人と結婚したいんだと、もう早くにしたいっていう方は11日に会う人、とにかくこの11がねヒントなんですよ。しかもやっぱりこの方寛大な方ですよ。そう。ではあなた様と結婚をしようと思った決め手っていうのを、この方視点のですね、結婚相手視点のあなた様と結婚したいっていう風に気持ちが定まった理由を聞いていきたいと思います。理由はこちら。あ、無駄遣いしないところ、倹約家なところ。今ね、そんなことないんです、私結構お金遣い荒いんですっていう方も、将来的にはね落ち着いてますよ、この頃にはとか、今そういう自覚があっても気にされてる方がいてると思いますね。ちゃんと締めるとこ締めて、無駄遣いあんまりしないところ大事ですもんね。やっぱり恋愛だったらそこまでお金気にしなくていいかもしれないんですけど、一緒にね家計を共にするってなると、この方からするとお金使いすぎないとか、お金目当てじゃないっていうのはすごくいいところなんですね。もしかするとその今逃げられない しんどかった状況、この間までのパートナー様がちょっとお金遣い荒かったりとか、お外でお金いっぱい使っちゃうとか、まあ、ご両親様の介護されてる方であれば、その介護にお金がかかっててしんどいっていう、結構お金に敏感なのかなっていうのもこのカードから感じました。いかがですか、あなた様の理想の結婚の相手に近いでしょうか。では最後に、あなた様とこのお相手様の結婚生活を表す象徴となるカードを引いて終わりにしましょう。
あなた様とお相手様の象徴とするカードはソードのクイーンの逆位置です。お二人様ともにとってもね、言葉遣いがね優しい方なんですね。相手が傷つくことを言わないようにとってもね気にし合った関係だから、嫌な気持ちとかあれ言われて悲しいとか思うこと少ない結婚生活になりますよ。すごくね親しき中にも礼儀あり、本当家族になっても相手を傷つけてしまわないかとか、すっごくお互い考え合えた関係になれるんですよ。大事ですよね。結構これまでに人の言葉にね傷ついてきた方だと思うんですよね。なので自分磨きするきっかけも解放されたからとか、本来の自分のやりたかったことの挑戦とかもあるんですけど、もしかしたらその昔太ってるとかでいじめられたりとか、なんかいじられキャラで外見が例えばテンパでいじられるとか、眉毛が太いでいじられるとか、そういう私だったんですけど、もう眉毛が太かったのではい、そう、テンパも私ですね。なんで特定の誰かを傷つけたくって今表現してないですよそう、なんかね人の言葉に傷ついたことがあるから、大事な人にそれはしたくないっていう意思がビンビン伝わってきます。それはお互いですね。もしかしたらあなた様もその人に対するかける言葉っていうのはすごく気にされてるのかなって思いました。だから会話してて心地いいと思いますよ。ハラハラしなくていいんですよ、この方といてる時間っていうのは。どうしてもいてるじゃないですか。悪い人じゃないんだけど、ちょっとデリカシーに欠ける発言、自分からするとね、その言ってほしくない部分ついてくるなとか、なんかこうヒヤヒヤしながら会話するんじゃなくって、この方といてたらそんなこと気にしなくていいんですよ。だって相手を傷つけないようにとっても気にし合う関係になれますもん。あとね、感情をすごくに揺さぶられるって言ってますよ。これまでの恋愛になかったような、もしこの方が事故に遭ったらどうしようとか、もしこの方がもっと有名になったらどうしようとか、今までの恋愛じゃ気にならなかった部分まで想像させられる、ドキドキさせられる結婚生活になりますね。それだけお相手の結婚相手のことをあなた様はすっごく愛せる関係になるって言ってますよ。バツイチの人の可能性もあると思うので、ぜひね、今までバツイチの方を選択肢に入れてない方もこれを機にね、よかったら視野に入れていただければいいかなと思いましたね。なので例えば介護されてたりすると、地方の実家の近くであったり、ご実家に住んでたりとか、結構条件からはなんて言うんでしょう、そのあなた様の探されてるお相手像の条件じゃなかったとしても、この方には事情がある方なので、ぜひちょっとこう検索の窓口、出会いの窓口、ね、候補を広げていただくといいと思います。幸せな、ね、結婚生活がね待ってますよ。では最後に、さっきも最後って言ったのにごめんなさい。じゃあ、ラッキーカラーと対人運のアドバイスカードもらって終わりにします。11がヒントです。11月から付き合って9ヶ月の交際で結婚という方もいらっしゃいますね、この組み合わせだと。だから来年の8月、ちょうど1年後ぐらいには結婚されてる方もいらっしゃるのかな。その時にはぜひね、またコメント欄でご報告ください。ラッキーカラーは緑、共感力が3で穏やかさが4、サポート力4、優しいあなた様にぴったりな色ではないでしょうか。もしね、こうお土産でどれ選ぶとか、こうまくばってる中のペンどれ選ぶとか、機会があればぜひ緑を選んでみてください。好きな色選んでねって言われたらね、緑がいいですね。
もともと穏やかで優しい方だと思いますけれども、あなた様のね心をね落ち着けてくれますね。では、対人運のアドバイスカードですね、もらいます。来年の8月にご報告があるかもと思うと楽しみですね。この1年、話を聞いてもらうとよし、弱音や愚痴を吐いてみて、これはあなた様にね対するメッセージですからね。はい、優しい方だけど頼るのが苦手な方なのかしら。でもこの方だったら頼れるようになると思うな。あ、どうだろうな、不安に相手の負担になりたくないとかって考えちゃうタイプなのかな。でもね、必ずいい結婚生活待ってますから、はい、またご報告お願いします。もしくはもうこの鑑定の感想、ぜひぜひお待ちしております。では高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。またよかったら次に付き合う人とか、今年の下半期の2023年下半期のね運勢の鑑定とかも動画アップしてるので見てみてください。どうもありがとうございました。それでは2番目の選択肢の方、リーディング始めます。よろしくお願いします。ではまずは結婚相手となる方の外見の特徴と、性格の特徴を見ていきたいと思います。ある程度にシャッフルは済ませてあるカードなんですけれども、改めてシャッフルをして引いていきたいと思います。1,2,3,4,5,6 よいしょ。ではまず1枚目がソードのクイーンの逆位置ですね。穏やかな方でしょうね。うん、パッと見癒し系というか落ち着いた柔らかいオーラをまとってる方ですね。でペンタクルのナイトの正位置ですね。うん、すっごい派手ってわけではなさそうですね。姿勢がいい方でしょうね。真面目なサラリーマン、真面目な OL さんに見える、好感度高い人ですよね。誰からも好かれそうな雰囲気です。そして陰者の逆位置ですね。どこか影のある人っていますよね。支えてあげたくなるような男性女性、例えば星野源さんに影を足した感じとか、女性で例えると難しいですね。松井樹里奈さんとか、なんか影があるんですよね。こうふと目線を下げた瞬間の横側にその影が色気とも見えるような方、上品ですね。あとそう、やけにね色っぽいんですよね。でも露出の激しい服とかを着てるわけじゃないんですよ。その方がまとってるオーラが色っぽいというか、孤高の存在と言いますか。でもほっとけないんです。分かった、男性で例えると本郷奏多さんとかですよ。で女性で例えると堀北真希さんとか、あんな感じですよね。ギラギラしてないのに品があって色っぽい、まあ、声はでかくないと思いますよ。音量的なもので例えると落ち着いた話し方されますし、間のある人、その間がまた色っぽいというか、そうエロいじゃないんです、セクシーって感じ。横顔が綺麗ですね。肌は白いですよ、この方。男性であっても女性であっても、お肌のね白い方、ほんと皮膚とか薄そう。この方ってほんと白い無地のシャツとかワンピースとか着てるだけで様になるんですよね。絵になる方というか、感情の起伏もそんなに大きくないから
本当笑い方とかも上品ですし、ガッハッハって感じじゃないですね。女性ならこう笑う時に口元にこう手を当てて笑ってそうな感じしますね。髪はダークトーンですよね。黒髪ですとか焦げ茶とか、黒髪って感じすっごいしますね。賢そうな顔立ちって伝わりますか？私の主観すぎますかね。背はそんなに高くないですよ。そんな男性だとしたら180センチとか190センチもなさそうな感じします。女性の中でもそんな女性の方で175センチとかそういうモデルさん体型というよりかはそこまで高くない平均的なイメージですね。では性格の方を見ていきましょう。よく見ると美人、よく見るとかっこいい感じ。この方的にはそんな目立つ気ないんですけども、元の顔立ちの良さとか品性で目には入っちゃうんですよね、こういう方って。で、性格がちょっと飛び出てきたのがこれですね。ワンドの8の逆位置ですね。ギラギラした感じはないんだけど、ちゃんとチャンスは逃さない方ですね。で、カップの2の逆位置、正直友達はそんなに多くないと思いますよ。ただ親友と呼べる人であったり、お仕事のパートナー様とはすごく深い関係、切っても切れない関係っていうのを築くのがとっても上手だし、少人数で大事な人と長いお付き合いされてる方ですね。で、異性にそこまで関心もないですよ。一度付き合ったらあなた様だけを見てくれます、この方は。ただね、表現が不器用で愛情は伝わりにくいですね。お相手様のこの結婚相手となる方の性格をよく理解してあげないと何考えてるのかわからないとか思っちゃうかもしれないですし、この方が今までの彼氏様や彼女様と別れてきた理由っていうのも何考えてるかわからないって振られたことってある人だと思いますね。そして節制の逆位置ですね。この方ね、お酒は弱いですよ。下戸だと思います。で、飲み会とか のガヤガヤした場所なんかはあんまり好きじゃないと思いますね。すごくね、カップからね、そんな本来の意味ももちろん読み取ってますけども、このカップの逆位置、カップが2個あるっていうのですごくそう思ったんですよね。あとワンドの8の逆位置から、こりゃ振り向かすの難しそうな相手に見えるんですが、後でしっかりね、こうお互いの第一印象とか見ていきますね。でもね、この方ね、並々ならぬ努力家、闘争心、向上心っていうのは実は持て合わせてて、でも周りからしたら分かんないんですよ。虎視眈々ってやつですかね。あまりでかいことも言わないですけども、着実に自分の中で進めていく方っていうのはすごく思います。で、あとあんまり派手なデートも好まないと思うんですよ。例えばなんかリムジン乗ってとかヘリコプター乗ってとかのプロポーズとかっていうのはあんまり好まないですね。フラッシュモブなんてもう手のほかみたいな感じ。結構ね、体がね弱い方だと思うので、体調は割と崩しがちですよね。貧血になりやすいとか、持病をもともと持ってるとか、免疫力が弱いとか、そういうのは抱えてる方って感じがします。結構ね、一人で過ごすことも好きでしょうね。一人でカフェ行って読書したりとか、一人で映画も見に行けるし、大人数で
テーマパークに行くよりかは一人でゆっくりした時間、一人でゲームしたりとか、そういう時間が好きな方ですね。インドアさん、うん、でもこういう方ってこうどうやってねこう自分にアプローチしてきてくれるのかってめっちゃ気になりますね。でもお相手様、その結婚相手の方から見てあなた様と出会った時の第一印象を見てみますね。こっちのタロットでいきます。とオラクルカードももらいたいと思います。これ見てくださってる方もそんなにガヤガヤした場所よりも一人の時間好きな方多そうかなと思いましたね。フールの逆位置、でも安定した人だな、感情のコントロールが上手い人だなっていうのを感じたみたいですよ。慎重だなとか丁寧に生きてるなとか。ではあなた様から見てこの方の第一印象どんな風なのかっていうと、ソードの8の逆位置、自由な人、自分の世界を構築してる人、周りの意見に流されない人だなっていうのが思うみたいですよ。自分の中の価値観っていうのすごく確立していて、それがあのかっこよくも見えるし。でオラクルカードの補足もらいます。それぞれ補足でお相手様があなた様に抱いた第一印象、あなた様がお相手様に抱いた第一印象を見ていきます。はい、あ、ま、イエスですね。これが向こうからするとタイプだし、異性としてすごくありだな、意識するなっていうのが出てますね。お相手様から見た時、あなた様から見ても、あ、やっぱり気になるよ、まずご飯行ってみたいなとか、すごくね自然と惹かれ合いますね。興味が持てるというか。でもそんな派手なデートしたいというよりかは、あ、この方と公園に行ってみたいなとか、美術館に行ってみたいなとか、落ち着いたデートっていう感じですね。何がきっかけであなた様とこの結婚相手の方っていうのを進展していくのかっていうのを見てみますね。そんなグイグイ来る方に見えないですもんね。じゃあちょっとノルマンからもらいます。何がきっかけで発展しますか。あ、文章のやり取りとか情報のやり取りですね。連絡、メッセージとか LINE とか、そこで会話が弾むって出てますよ。あとはね、周りもね結構応援してくれるんですよね、楽しんでる姿っていうのを。あなた様のご友人様も、お相手様のご友人様も、あ、いいんじゃないこの人って、気持ちをこう乗せてくれる、お膳立てをしてくれるっていうのが出てますね。いい情報が入ってくる、その中身のメッセージ、携帯でするスマホでのメッセージもそうですけども、周りの方もお互いプッシュしてくれる。ということはですよ、こういう方を見つけた時には自分のご自身のご友人様にも恋愛報告とかするといいってことでしょうね。今気になってる人いるんだよねとか、それこそこう占いで結婚相手はこんな人っていうのにまさに当てはまってる人が出たんだけどとかね、人に喋った方がいいですね。ご家族とかね、ご友人様からのプッシュがあります。で、どんどんお互いその気になれる、意識できる関係っていうのが出てきますね。で、1番のリーディングでも見たんですけれども、
この方とどれくらい交際するのかっていうのを見ていきたくって、というのも私ネットのコラムですとか、ツイッターとかでいろんな結婚を考えているかしらっしゃる方の気持ちをいろいろ見たんですけども、やっぱりこう結婚早くしたいって思ってる人ほど今から5年付き合ったり10年付き合ったりっていうのは考えてないっていう方も結構多いようなので、交際期間どれぐらいでこの人とはゴールインするのかっていうのを見ておきます。ではこれもルノルマンでいきますね。いや、それこそ話題のおさやさん、女子アナウンサーのああいう感じですよ。よく見ると美人みたいな、どっからどう見ても美人なんですけど、そういう雰囲気まとってるじゃないですか。はい、2年ぐらい交際しますよ。本当2人のペースに合わせて結婚までの準備っていうのは進んでいく関係で、自然な流れっていうやつですね。お互いどちらともなくとか、そろそろと思えたとか、タイミングが来たってよく大人が言うやつですね。小さな幸せの積み重ねがだんだんこの人なんだろうなっていうのが分かってくる。派手な交際じゃないとは思いますよ。でもね、それがいいんでしょうね。結婚生活を思わせるというか、ずっと過ごすなら平穏な毎日をお互い幸せだなって思える。お互い奥手な部分があるのかもしれないんですけども、焦らなくていいと思える。この不器用な愛情表現が、その何考えてるのか分かりにくい方なんですけれども、この人なりの愛情を受け取る、気づけるっていうのが出てますし、あなた様もそんな派手なアプローチですとか愛情表現っていうのはあまりされない方なのかもしれないですけども、それもお相手さんもちゃんと気づいてくれる人ですね。でここまで聞いて、今お付き合いされている婚約者様や彼氏様、彼女様にまさに当てはまってるからこの人だって思われてる方は次はスルーしていただきたいんですけど、出会う時期のヒントの数字っていうのをもらいたいと思います。今からお相手を探す方向けですね。ではトランプからもらいましょう。それこそ真剣にもう1年以内に結婚考えてる方からしたら、さっきのね、交際期間2年って長いかもしれないんですが、気づいたら2年経ってるみたいな居心地の良さだと思います。2年かけようと思って2年になったんじゃなくって、そろそろと思いながらゆっくり準備してたら結果2年かかったみたいなイメージですね。1が出ましたね。1ヶ月後、1年後、10年後もありますよね。若い方だと1ですね。1日に会った人とか、1日にデートの予定を入れてる人、お正月って感じもすごいしませんか。元旦に出会った人、元旦って結構出会いありますよね。元旦ありそう。元旦デートに一緒に行くとか、お正月デート行く、めっちゃありそうですね。ではお二人が結婚された後ってどんな結婚生活になるのかっていうのを見ていきます。あのね、ローズオラクルからもらいたいと思います。はい、母なる大地のささやき。お互いに結
結婚しても自分のペースは乱さないというか、間取りで言うとそれぞれのお部屋がある家に住みたいとか、一人の時間はお互い大事にできますよっていうのが出てるんですよね。で、それが心地いいしリラックスできる、この2番の選択肢を選んでくれたあなた様っていうのは、例えば寝るときは一人でゆっくり寝たいとか、趣味の時間は確保したいとか、一人の時間あなた様も必要な方なのかななんて思いましたね。オーロラ姫もね、一人で、ね、眠りについて王子様待ってますしね。この絵もね、やっぱり一人でリラックスしてる状態っていう風に見えますよね。母なる大地のささやきっていうのがカードの意味的にはですね、創造性とかアイデア、ひらめき、芸術、作家チャンネル、創造性、趣味の創造性、絵を描くことが好きとか、フィギュア作るのが好き、プラモデルか、そういう時間を確保できますよ。詩を書くことが好きとかね、音楽作ることが好きとか、そういう時間の確保ができる、お互いうまい距離感で付き合えますね。自分のテリトリーとか自分の時間を侵略されないお付き合いができるって言ってます。もうちょっと補足でいくと、あ、すごい家族愛のカードが出ました。まず離婚とかはそもそも発想にないですね。家族になれば一生一緒にいるものだみたいな覚悟がありますし、本当おじいちゃんおばあちゃんになっても静かに一緒に歩いてくれる関係でいれますよ。言葉にはお互い出さない気持ちがしっかり通じ合ってて、そう、好きとか愛してるとか派手な表現しなくてもお互いね、分かるんですよね。心と心で通じ合ってるって感じすっごくします。で、ね、経済的にもね安定してて、あまり生活費でも悩まずに済みますよね。ペンタクルの10ってね、穏やかな愛ですね。このお二人様は今まで苦労してた方や自己表現に悩んでる方なんかも分かり合えるパートナーが見つかりますよ。これまで恋愛の経験が少ない方や恋愛に対して消極的なイメージをお持ちの方も、これほど自分の人生を受け入れてくれる人、自分をありのままで愛してくれる人っているんだって思いますよね。無理しなくてもいいんですよね。無理に自分を変えなくても入れる相手、結婚に対して自分の時間がなくなってしまいそうっていうような方も、この方と結婚すれば自分の時間の確保はできますから、ご安心くださいね。ああ、いい内容ですよね。無言の時間が苦じゃない人です。で、この方と結婚するとそういう関係になれるって出てますよ。それでは最後にラッキーカラーと対人運のアドバイスをもらって終わりにしたいと思います。まずラッキーカラーからですね。あなた様には幸せが待ってますからね。ゆっくり待ちましょう。1がチャンスの時です。このリーディング聞いていただいてよかったですか？こう理想の結婚像に当てはまってるでしょうか？ぜひコメントで教えてください。で、あ、なんかこの穏やかな内容からは意外な色、赤と黄色、ビビッドなカラーが出てきましたね、ラッキーカラーに。戦闘力が5。華やかさが4、親分肌が5。あんまりそういう方っていうイメージしなかったんですけど、でもそこの自分に足りないなと思われてる項目なんでしょうか、このひらめき乗りエンターテイナーみたいな部分っていうのは。
でもこの色がそういう足りない部分と思われてることを補ってくれる色が赤と黄色です。人が近づきやすくなってくれそうですよね、赤と黄色で。別に服を赤とか黄色にしろって言ってるわけじゃないんですけど、小物とかね、なんか色選ばないといけない時とか、選んでください。では対人運のアドバイスカードもらいます。手元でシャッフルします。いや、2番の選択肢の方、同族というか結婚相手の方と、なんかこの内容でホッとされるというか理想に近いんじゃないかな。はい、やりすぎ注意、相談し柔軟に。心当たりはありますか？やりすぎ注意が出てますので無理なさらないでくださいね。こだわりすぎるなという意味でしょうか。今のね、現状に当てはめて捉えてください。では2番の方のご結婚生活は穏やかな愛に包まれて日常の幸せを感じるお付き合いができます。本当自然な流れってやつですね。みんなが結婚したみんながよく言うやつですね。はい、ではリーディング最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら次に付き合う人とかのリーディングを上げてるので見てみてください。2023年下半期の運勢も上げてますのでよかったら見てくださいね。それでは高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。現在チャンネル登録200人を目指して活動しています。ぜひご協力ください。では幸せなご報告やこれを見た感想、ね、理想の相手と理想の結婚と当てはまってたのか教えてくださいね。ありがとうございました。それでは3番目の方リーディング始めます。よろしくお願いします。まずはですね、結婚相手となる方の外見の特徴と性格の特徴から見ていきましょう。こちらのタロットから見ていきます。では外見の特徴その1、ワンドの10の逆位置、自由人に見える。なんだろうな、あんまりルールに縛られた感じに見えない見た目。もうちょっともらっていきます。またワンドですね。ワンドの6の逆位置、勝利のカードの逆位置って何でしょうね。でペンタクルの3の正位置ですね。この方の勤めるお仕事先とか所属されてる学校先ってそんな見た目のルール激しくないと思うんですよ。業界によったら黒髪じゃないとダメとか、耳の上まで絶対男性はカットしてください、ヒゲはダメとかいろいろあると思うんですけども、この方の所属されてるところって別にそういう見た目の指示って入らないので、まあヒゲを生やしてたりもそうですし、結構ピアスがたくさん開いてたりとか、あとは女性だとだろうな、髪の毛明るくても平気、ネイルが派手でも平気とかね、華やかなネイル、そういう見た目をしてますね。ですので公務員さんとか先生ではなさそうですね。背はねそこまで高くないです。後ろ姿が綺麗、姿美人ってやつですね。そんなに背は高くないんですけども、足が長かったりね、手足細かったりとか、スタイルがいいですよね。グラマーではないですね、細身の方だと見えますね。もうちょっと細くもらいます。ソードの3の逆位置、いつも笑顔で人に接することができる方なんですよ。ニコニコしてます。
もうちょっともらいたいですこの方は。ワンドの8、正直その見た目ですっごく目立つタイプではないですね。アイドルグループの中でもセンターポジションの子というよりかは後ろの列の子って感じしますね。アイドルさんとかでもいなくちゃ困る人なんですよ。外形の特徴でカードを引いてるんですけど、すごく見た目につながってきそうなカードが多いんですよね。人に譲る精神持ってますし、悩み相談とか得意だし、ごめんなさい、外見はね、正直ね、大きな特徴はないですね。アニメとかの主人公でもいてるじゃないですか、ザ・主人公、ナルトとかね、ブリーチのイチゴさんとか、ああいうタイプよりかはこう平凡キャラみたいなタイプの主人公といいますか、もうそこがいいんですよね。俺が私がってしてなくて、人を立てることができる人なんですよ。平和主義だし、傷ついたこともあるから人に優しくできるし、でもね、判断は早いですよ。するって決めたらすぐ動ける人で、行動力もありますし、いや結局ね、こういう人が社会にも必要なんですよねこうね、小学校の時とかって目立つ男子が気になったりするじゃないですか。こうはかけっこ早い人がいいとかね、クラスで面白い人がいいとかね。でもこう精神がこう育つにつれて、結局そういう外の良さ、外パッケージの良さじゃないなって思うじゃないですか。もうなんかそんな感じします。見た目とかで決めないでよって感じですよね、この人。だからこの人と出会って恋が始まるとすれば、見た目からじゃないんですよね。このみんなに接する人としてのありさまを見て惹かれるというか、性格で好きになるし、隠れファンが多そうですね、この方には。笑顔が自然な方、外見に絡めるなら笑顔が自然な方、キメお顔じゃないんですよね、柔らかい笑顔。中山きんに君、あの人本当に優しそうですよね。そんな中山きんに君について私の知ってることって、やーとかパワーとかですけど、きっと性格もすっごくいい方だと思いませんか。そうだな、愛の里見た方でピントを来ていただければと思うんですけど、愛の里のおさよさんとかヒロインポジションじゃなさそうに見えちゃうじゃないですか。ご自身もそういうところに悩みがあって、でもすごく性格がよくて気立てがよくて、そうですね、おさよさんって感じしますね。愛の里で例えるなら、男性だとさけちゃんさんとか、中さんまでキャラ濃くないんですよね。今何の話してんのって思われた方は、ぜひネットフリックスの愛の里見てみてください。楽しいですよ恋愛リアリティショーですね。だから芸能人で例えるってなると難しいんですよね。あまり私は芸能人の情報が強くないので、そう、乃木坂のセンターじゃなくて後列の方とか、そういう例え方しかどうしてもできないんですが、 TOKIO で言う城島さんとか、城島さんの顔をファンの人いたら本当ごめんなさいなんですけども、顔も素敵ですけども、人間性がやっぱり素晴らしいじゃないですか。 V6 のいのっちさんとか、本当すいません、最近のグループに例えられなくて、もっと K-POP とかで例えられたらいいんですけど、そう、でも TOKIO の城島さんとかめっちゃ自分の中で今しっくりきました。人の顔ってこう人相ってあるじゃないですか。人相からいい人がにじみ出てるって感じしますよ。
でもこの方がチームにいるとプレッシャーに強いからプレゼンとかなんやかんやしてる気がするんですよね。任されやすいというか、交渉ごとも得意ですね。この方いろんな部署の話をまとめるのが上手とか、人と人をつなぐ方ですよね。ほんとめっちゃ謙虚だと思います。僕なんて私なんてとか、いいんですよいいんですよ、お先にどうぞとか、もうレジの列、自分の荷物が少ないのであれば後ろの人に譲りそうな感じ。お子様いてる人がいて後ろに並んでて、自分買い物1個しかないってなったらなんか譲ったりしそうな感じがしますね。すいません、外見と性格で出そうと思ったんですが、この方の良さっていうのはとにかく性格です。見るからに穏やかな方、人並みにお付き合いして人並みに失恋もしてきてるので、恋愛はね上手だと思います。恋愛に自信がない方がもしこのリーディング見てても、お相手様は人間関係作るの上手な結婚相手の方なので、自然とリードしてくれるはずですよ。これだけ、そうですね、人徳者ですね。本当本当組織には一人いてほしいような方。ではあなた様はこの方に出会った時にどういう印象を抱くのかっていうのを見てみましょうか。もしかしたらもうすでに会ってるのかな。はい、この方に会った時の印象、恋愛のアンテナとか結婚のアンテナ張ってたらこの人だって気づけますよってカードは言ってますね。ほんと普通に何気なく過ごす中ではあんまり異性として意識しないような相手、人物像なんですよね。でもこういう人意識的に探すことによってこの人だっていうのが分かるよっていうのが出てますね。ちなみにお相手様は、この結婚相手の方はあなた様のことを第一印象どう思うのか。あ、いいなって思うんですね。僕が私が守ってあげたいなっていう風に、一緒になりたいなっていうのを割とすぐ思ってくれますね。近い未来、じゃああなた様と結婚しようって思った決意のきっかけ、何が決め手でお相手様はあなた様と結婚したくなるのかっていうのを見てみましょう。わ、城島リーダーがめっちゃぴったりですね。こういう方ってでもいい旦那様、奥様にねなられますよね、きっとね。幸せだと思います。この人となら修行の時期を乗り越えられるって思うみたいです。お相手様は辛いことがあってもこの方とならあなた様のことですね、あなた様となら乗り越えられる、それだけあなた様に魅力があるっていう、この方にふさわしい方なんですね。人間的にかなりできた方ですよね。仏のような方というか、でも芯はありますよ。すごく釣り合ったお二人ですね。でこれを聞いてクラスの中に、職場の中に今お付き合いしている方がまさにこういう人とかであればいいんですけども、これから出会いを探す方向けに出会いのヒントとなる数字をもらっていきます。安心感のあるねお付き合いできますよ。裏切ったりしないでしょうね、この方は。人のこと騙したり裏切りとは本当無縁の方ですね。わ、ジョーカーが出ましたね。もう出会ってるのかな、もう出会ってるんでしょうね。これから出会う中で数字じゃなくてジョーカーが出てくるって、もうすでにすれ違ってますよ。今例えば高校生中学生の方でこれ見てくださってたりとかね、大学生の方でまさかとは思うような相手と10年後付き合ったりとかあると思いますよ。なんか職場の中にいらっしゃるとか、取引先とか趣味の先とか
もう潜んでますね。だからあなた様が意識して信じれば、お相手を見れば分かりますよっていう、この第一印象のカードも出たんじゃないですか。すごいつながってきますね。お相手様はいいなとは思ってくれてますし、じゃあどうしたら進展するの？ちょっとこれは他の選択肢の方では引いてないんですけど、どうしたら進展するのっていうのを見てみますね。すごっ、ここでジョーカーかって感じですね。元彼元カノありえますよね。セッション討論、好きなものについてお互い意見を出し合う。もう本当、目玉焼き醤油派かソース派かとかね、赤味噌派か白味噌派かみたいなね、なんかそういうね、お互いのこだわりぶつけ合うと進展するっていうのが出てて、その話し合いの中で盛り上がるんでしょうね。こうチキンナゲットにはバーベキューソース派かマスタードソース派かみたいな、そんな重々しい内容ではないんですけど、そういうこだわりをテーマにするとすごく盛り上がって、 お互いのパーソナルな部分が知れて進展するって出てますね。面白いな。白雪姫のストーリーの中から探すのであれば、プリンスじゃなくて実は小人の中に運命の人がいたみたいな。じゃあどれぐらいに付き合ってゴールイン、入籍がゴールインなのか、入籍できない性別同士の方とかでしたら、一緒に暮らすとか、結婚式をするとか、この結婚につながるゴール、あなた様が思うゴールまでの交際の期間っていうのを見てみましょう。いや、出会ってますね。結婚相談所に入ってるけど、会員さんじゃなくて実は相談してるプランナーさんっていうんですか、仲人さんか、実は仲人さんだったみたいな、そんな感じがしますよね。ライダーか。1年とか1ヶ月、1がヒントですね。1に出会う人、1日11日、年度の1日、4月とかね、1がヒントですね。で、急に気づく、急にお相手様のこの結婚相手、未来の結婚相手の予算に気づくというか、そういえばあの人っていい人だよねというか、そんな目立つ人じゃないから、最初から意識するとかは正直あんまりないと思うんですけど、見た目のタイプかと言われると別にタイプじゃないと思いますよ。これだけ見た目が出てこないんですもん。1がヒントですね。お付き合いしたらの期間か、すいません、1なので交際期間1年とか1ヶ月とか、1の時の入籍とか、2031年とか、令和10年とか、年単位で見られてる方はですね、交際期間でも結婚適齢期で今結婚したいって思ってる方は1年ぐらいはかけてください。1年って結婚準備するのにちょうどいいと思うんですよ。付き合って2、3ヶ月でプロポーズしてもらって、もしくはしてご挨拶に行って両家の顔合わせて入籍して結婚式してってなったら1ヶ月ぐらい、1年ぐらいかかると思うんですよね。だからちょうどいいですよね。で、ずっと結婚に向けての物事っていうのはずっと進めてる感じがします。で、協力的です、結婚準備に。この方よくあるじゃないですか、こう奥様があれもしたいこれもしたいで、新郎様側がちょっと金銭面で悩んだりとかですね。もともとブライダル協会に私はいたのでよくあるやつなんですけど、あとは
彼は口では結婚するって言ってくれるのに具体的な結婚の準備を手伝ってくれない。これもよく神父様にあるご心配な点で挙げられることなんですけど、そんなことないんですよ。すごい手伝ってくれます。一緒にセクシー読んでくれるタイプとか、女性の方にしても希望だけじゃなくてちゃんと予算とかも考えてくれる協力的なお付き合いっていうのができますよ。ではこんな素敵な人とならもう結婚後って安定安泰間違いなしとは思うんですけども、この方との結婚生活どんな結婚生活ですかっていうのをカードにも聞いてみましょう。はい、出てきたカードがこっちです。マザーローズ、めっちゃ綺麗ですね。このカード 2D ではあるんだけど、すごくこのキラキラが立体的でめっちゃ綺麗ですね。お互いの元に戻ります。もし結婚の中で違うロマンスとか横やりが入ってきても必ずあなた様の元に戻ってきます。この方は思いやり、人間性っていう意味もあるんですよね。だから思いやりあるでしょうね、この方。そりゃあるでしょうって感じなんですけど、思いやりにあふれた家庭ですね。もうちょっともらいましょう。母性とか父性とかが強いお相手様なので、しんどい時寄り添ってくれますし、疲れてたら今日の晩ご飯は僕が作るよとか言ってくれそうだし、奥様だったらなんか朝起こしてくれるとかね、そういう思いやりがある人。わお、ワールドが出ました。完成のカードですね。お互い満足した結婚生活になりますよ。自分の思う結婚生活の理想って、まあ出そうと思ったら出せるじゃないですか。私がどうこうこうですよ、ああですよって言うんじゃなくて、あなた様の中のその理想に近い理想的な完成とか達成のカードなんですよね。私の意見とか主観が入った言葉じゃなくて、あなた様の思う理想の結婚像にこの人はぴったり当てはまるっていうのが出てますね。でヒントはそれが思いやりのある家庭。すごいですね。ワールドが出るんだったらもう本当あなた様の思う通りだと思います。もうこういうおじいちゃんおばあちゃんになっていきたいとか、子供は何人欲しいとか、例えばペットを飼った生活がしたいとか、郊外で暮らしたい、都会で華やかな生活がしたい、いろいろね理想はあると思うんですけども、あなた様の理想が叶う目標達成完成のカードで、タロットの中で一番いい意味のカードですね。だから結構このリーディング聞いてくださってて、このお相手様の人物像の特徴を聞いてて、あ、よかったとか、そうそうこういう人が好きなんだよね、なんだよって思う方もいらっしゃったのかもしれませんね。もうぜひねそれはコメントで教えてください。割と理想通りな人が多いんじゃないかなって思いました。ただその理想がどこに転がってるのかっていうのが今気づけてないだけで。ではこの人と出かけるといいところ見ときましょう。なんか乗ってきましたね。私もお相手のご実家行くとすごく運気が上がりますよって出てますね。このカードはジェントルマン、男性のね紳士のカードですけれども、相手を意味するカードなので、あなた様が男性でもお相手様の実家ですね。実家に行くことによってすごくね話が進んでいくので、ぜひお付き合いされたらすぐお互いのご実家に紹介しに行ってもいいんじゃないかなと思います。ではラッキーカードと対人運のカードを引いて終わりにしましょう。何も言うことはありません。この方かなりいい人です。いい人ほど案外ね見つけたもん勝ちと言いますか、気がつけばね
違う方と結婚してたりなんかするかもしれない方なので、ぜひこれはあなたが信じるなら分かりますよ、あなたがアンテナ張ってたら分かりますよということなので、もう今日からにでもスッと探してみてください、知り合いの中から。まあお相手様はね、取られるかもよなんて思わず笑いながら言っちゃいましたけど、お相手様もすでにあなた様のこといいなとは思ってるんですけどね、よいしょ。ではラッキーカラーは青。わ、ロマンが上がるんですね。ロマンが5、ビジネススキルが4、わ、競争力が4だわ。青つけましょう。ブレスレットでもいいし、待ち受け画面でもいいし、青を身につけることによって恋のアンテナ、恋というんですかね、結婚のアンテナ、競争力、引きつけるパワーですね、上がるっていうのが出てますよ。あ、メガネもあるのでブルーレンズとかいいかもですね。ブルーライトカットのメガネとか。で、対人運は、やりすぎ注意、相談し柔軟に、婚活のしすぎ注意とかもあるかもですね。ご自身の、まあね、環境に当てはめて汲み取っていただきたいですけれども、マッチングアプリのやりすぎとか、私は今そういうのかなと思ったんですけども、他にね、ご自身の中で過激なダイエットやりすぎとかね、食事制限やりすぎでデートいけないとか、そういうやりすぎにまつわること、ゲームのやりすぎとかね、はい、柔軟に対応してください。もしかしたらゲームもあるかもしれないですね。で、家庭の環境に合わせてね、この方とうまくするためにはゲームもちょっと控えるとかあるかもですね。で、もしそのなんていうんですかね、見つけるの難しかったら、この討論セッション議論するのがヒントなので、2人きりになったり、まあ、みんなで喋っててもそうですけども、こだわりについてね、話し合ってね、盛り上がった人っていうのもすごくヒントになると思いますね。そうだから、そういう会話振ってみたりするといいかもしれませんね。どっち派ですかみたいなね。はい、では3番目の方、リーディングは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。まさにあなた様の理想が叶う結婚生活が待ってますよ。で、ぜひこのリーディング見ていただいて感想を教えてくださいね。すごくね、励みになります。まあ、やりすぎ注意のカードも出てますから、体調はね、ご無理なさらず過ごしてくださいね。では高評価、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。現在200人のチャンネル登録者様に向けて頑張っているところです。応援お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。